YouTuber になる方法を教えます。はいどうもこんにちは、リオラです。今回なんですけど、僕リオラですね、まあ3年ぐらいかな YouTube 本業にねさせてもらってるんですけど、ありがたいことに視聴者の方もたくさんついてくれて、今ではメインチャンネルの登録者が20万人超えということで、皆さん本当にありがとうございます。でまあ今回なんですけど、まあ、YouTuber やってると視聴者の中にね YouTuber になりたいって人が結構いて聞かれるわけですよ。なので今回は YouTuber になる方法、どうやったら再生数が取れるのかとか、初期費用でどれぐらいお金がかかるのかとか、何をするべきなのか、どれぐらい再生数が取れれば生活できるのかとか、将来 YouTube で生活したい、 YouTuber になってみたいって方のためにね、まあ、かなり深掘りして、他の人が話してないようなことも話していければと思います。あとは YouTuber に向いてる人と向いてない人、今後 YouTuber が長く生き残るためにはどんな戦略が必要なのかとかね、もうとにかくみんなが知らないようなことをね全部話すんで、別に YouTuber になるつもりないんだよって人にとってもね結構面白いと思うんで、ぜひね最後まで見てもらえればと思います。というわけで、まず最初に初期費用について話していこうと思います。耳が痛い。みんなお金の話大好きだけど、自分が払うのは嫌だよね。そうだよね。俺も人のお金で焼肉食べたい。まあでもこれに関しては正直人によります。というのもゲーム実況をやりたいのか、実写動画をやりたいのか、ここら辺でいろいろ変わってくるからよね。まあただ今回は、まあ、俺は基本ゲームの動画で YouTube やってるから、まあゲームの方で話していこうかなと思います。まあ基本ゲーム系の方が金かかると思うから参考にしてください。まずゲーム機、スイッチとか PS5 とか、まあここら辺はね省きます。そもそもゲーム実況をやりてえって人は多分もう持ってるから、ここはいらないかな。次に必要なのがパソコンだね。もうこれがないと始まらない。パソコンないのにゲーム実況売りたい言うてるやつは、バット持たずに野球やろう言うてるみたいなもん。で、まあこれもピンキリで、10万円のやつとか、50万円のやつとか、100万円とか、まあいろいろあるんだけど、おすすめはまあできれば最初から40万円ぐらいの買ってほしいな。いや、わかる。普通に考えて40万円の買い物高すぎるのわかるねんけど、YouTube をやってみるとかじゃなくて、本気で YouTube で食うことを目指してるなら、たかだかね、初期費用の40万円、数ヶ月かけてバイトで貯めれない。そんな簡単なこともできない。なら、そもそも YouTube で生き残れないからやめた方がいい。YouTube ってそんなに甘い世界じゃないから、もう一回言うけど、たかだか40万円貯めれないならやめた方がいい。まあ、やってみる程度ならね、15万円のパソコンとかでもいけると思うけど。で、まあ、なんで40万のやつ買ってほしいか。理由としては、まず1個がどうせ買い替えるから。15万円とかの PC って、配信者にとってはできることめっちゃ少ないし、不便なんよね。PC ゲームを配信しながらやったら、配信っていう重い処理と、ゲームっていう重い処理を PC にさせることになって、もうすごい重くて、画面カクカクで、自分のプレイ発揮できなかったりとか、編集も重かったりとかで、マジで不便。ストレスがすごい。スイッチとかのゲームやと、ゲームっていう重い処理をパソコンじゃなくてスイッチに任せられるから、配信もできるんだけど、まあでも、まあどうせ PC ゲームやると思うから、まあできれば40万円のやつ買ってほしいかな。俺はね、最初10万円ぐらいのパソコン買って配信やってたんだけど、全然買い替えた。今使ってるのが45万ぐらいかなのやつやねんけど、最初からこれにしとけばよかったってマジで思ってる。でもパソコンってゲーム実況以外にもね、いろんなこと副業とか仕事とかにも使えるから、いいやつ持ってて損することはまあない。どうしてもっていうなら15万とかでもいいけど、俺が今からこの自分の知識を持った状態でゼロから YouTube 始めるってなったら、絶対4、50万のパソコン買う。で、まあこれすごいでかい買い物やから、未成年の人とかは、リオラチャンネルが一緒だからっつって鵜呑みにせんと、自分が将来本当にやりたいことなのかとか、ちゃんと親に相談してから買うようにしてほしいな。ただよ、ただ一個言いたいことがあって、親に相談するのってめっちゃ大事やねんけど、親の言うことも鵜呑みにしないでほしい。最終的に決めるのは絶対に自分。なんでかって、理由3つあって、親って YouTuber になるか普通に働くかの選択を経験してないわけ。だから別に親って正解知らんねんな、そこに関して。YouTuber 不安定やから安定につきなさいみたいな正解っぽい話を聞かせてくるかもしれんけど、何が正解かなんてわからんから。で、次2つ目が、親の世代と今の世代の常識は全く違うから。まあ、時代がすごいスピードで進歩してて、親の世代の SNS って別にそんなすごくないけど、今の時代って SNS を制したやつがこの世を制すと言っても過言じゃないレベルで SNS 発達してるから、飲食店一つにとってもそう。インスタ映えを意識してメニュー考えたりとかね。親が今の世代を知らん、昔の常識を押し付けてきた場合はマジで要注意。で、ラスト、親の言うことを聞かん方がいい理由3つ目が、親の言うことを聞いて失敗しちゃった時マジで後悔する。もちろん親の言うことを聞いていい方向に転ぶことも絶対あるねんけど、でももしそれで失敗した時ほんまに後悔するねんな。だから今後人生で大きな選択をする時が来たら、親の意見聞いたりとか周りの話聞くのもすごい大事やねんけど、最終的には絶対に自分で決めてほしいし、聞くなら経験者、マジで経験者の意見が大事やから、それも直近の昔のとかはあんまりやめた方がいい。最終的には絶対に自分の意思で決める。もうこれは俺との約束、絶対守って。なんかね、俺の周りにも絶対 YouTuber なんか目指さん方がいいとか安定がいいよとか言ってくるやつおんねんけど、
けど、なんで YouTuber やったことないお前がそんなこと言えんのって感じやねんな。お前が例えば YouTuber もサラリーマンも経験した上でサラリーマンがいいって言ってくるならわかるけど、お前サラリーマンしかやったことないやんってやつに、 YouTube は不安定な職業だからとか、そんな誰もが分かりきったこと言われても、だから何って感じないよね。お前はサラリーマンとして安定して一生終えたいのかもしらんけど、人によっては YouTube で一山当てたり、それを元手にまた違うことやったり、 YouTuber と友達になりたいとか、起業してボロ儲けしてビップの遊び方したいとか、いろいろあるから。サラリーマンだけしてたら今話すことなんて絶対できんやんか。人によって価値観は違うねんから、何が正解とかはその人にしか分からん。あ、でもできることならみんなやりたいと思うけどね。めっちゃ豪遊するとか、でけえ家に住むとか、毎日焼肉食うとか、安定がどうのこうのって言ってくるけど、挑戦できない人が挑戦できない自分を正当化するために安定を取りたいって理由付けしてるようにしか、まあ、俺は聞こえないね。もちろん中にはほんまにね、家族のためとか親のためにとか、あとは欲がなくてほんまに安定を取りたいって人もおると思うけどね、中には。まあでも自分を正当化するために理由付けしてる人もたくさんおると思うよ。でまあ YouTuber 和光になったら終わりとか言ってくる人もおるけど、別に辞めた後でもいくらでも仕事あるよ。みんな知らんと思うけど、 YouTube のチャンネル運営って今世の中に求められてる人材育てるのにめっちゃぴったりやねんな。広告、マーケティング、マネジメント、デザイン、編集、 SNS、 めちゃくちゃいろいろ学べるから、もうね、やったこともないやつが口出せるようなレベルの業界じゃないわけ。めちゃくちゃレベルアップしてきてるから、こっから完全に自分次第やねんけど、自分が面白かったりとか酒の場でね気に入られるような人やったりすると、偉い社長さんとかとね人脈もたくさんできるし、そこからまた仕事もらったりとか、もうとにかくめちゃくちゃ選択肢は広がるから、やったことないやつになんか偉そうに言われても、あ、はいはいぐらいに流しとけばいいよ。人生なんて1回しかないねんから、絶対やりたいことやった方がいいに決まってんねんから。逆に俺は普通に就職してなんかサラリーマンとか社会人みたいな経験したことないから、そっちのことに関しては全然わからんねんけど、どっちの職業の方がいいとかはまあ言えない。自分が将来どうなりたいか次第、どっちの方が将来自分のやりたいことに近づくのかって感じやな。安定した幸せな家庭を築きたいだったら全然就職して普通にちゃんと働いてっていうのでもいいと思うし、そうじゃない、もっと夢のあることをしたいとか、有名人に会ってみたいとか、一時でいいからバリ稼いでみたいとか、そう思うなら YouTube とかの方が向いてるかなと思うね。 YouTube もそんなめちゃくちゃ簡単に稼げるわけじゃないけど、でも YouTube のいいところって普通のサラリーマンとかと違って自分が頑張れば頑張るほど稼げるんよね。まあ、ちょっと話それすぎたからこれもう後で話そうかな。パソコン40万で買いました。じゃあ次周辺機器、モニターとかマウスとかキーボード、まず机は1万5000円ぐらいかな。で次モニターが3枚、まあこれもピンキリやけど、まあ3枚で7万から10万ぐらいでいいかな。1枚がスイッチ用で残りの2枚がパソコン用ね。でキーボードマウスがまあ合わせて3万ぐらいかな。で次がマイク、これはまあピンキリで、オーディオインターフェースっていう音質良くする機械があるねんけど、それ使わんなら1万5000円ぐらいやし、使うならマイクと合わせてまあ最初は5万ぐらいかな、高く見積もって5万ぐらいにしましょう。まあ、音回りはね後から結構こだわり出すと思うけど、まあ最初は5万円で揃う分でいいでしょう。でイヤホンもしくはヘッドホン、これはまあ1万円ぐらいかな。であとはゲーミングチェアとかあるけど、まあこれに関しては必須じゃないからお好みって感じで、でまあこの辺の周辺機器に関しては俺が使ってるやつとかは概要欄に書いてるから参考にしてみて。でまあ合計して高く見積もって5、60万ぐらいかな、あれば足りるね。でまあこんだけ揃えればしばらくは買い替えなくていいから、これで活動続けられるね。うん、じゃあ次にここまで揃えて何したらいいかだね。どんな動画あげよう。まあとりあえずみんな適当に流行ってるゲームの実況とかなんとなくポーンと上げてみると思うんやけど、まあ論外だね。うん、これ俺の実体験でもあるんやけど、編集もつたない、サムネも下手、コピーライティングのこの字もないタイトル、誰が見るねんって話やねんな。そんなんでも毎日やったらいつか伸びるかもと思ってクソつまんねえ動画とか配信を毎日続けてるやつおんねんけど、 100% 伸びひん。伸びるわけがないねんな。誰もお前のクソつまんねえ配信とか動画求めてない、これが現実なんよ。だから動画投稿するにあたって一番大事と言っても過言じゃないのが、誰にどんな価値を届けるかやねんな。俺も昔これ意識してなくて1年半毎日投稿して全く伸びひんかった。もうね、 YouTuber 目指してるやつって大多数が働きたくないとか自分がやりたいことで稼ぎたいから目指してるやと思うねんけど、そんなねクソ甘えた考えのやつは YouTuber マジで向いてない。サラリーマンの方が絶対 YouTube の視聴者を舐めてる。この誰に何を届けるか、例えば俺やったらスプラトゥーンが上手くなりたい人に最短で上手くなる方法を届けるみたいな解説系やったらね。で面白さで売りたい人はどんだけ面白くてもなかなか再生って回らなくて、まずそもそも興味を持ってもらわないといけないから、初心者とか普通の人がなかなかできないような最強装備とかなんか特殊な装備とかね使って丸々してみたみたいなとかね、ダークネス山本とかをさ、それこそ 3.9 ギアのこの武器がどうたらこうたらみたいな上げてるやん。あれとかももちろん山本の面白さがあるからめちゃくちゃ伸びてるけど、でも山本が面白いかどうかな
なんて動画開く前わからんやんか。だからそこにたどり着く前にサムネとタイトルで動画をクリックさせやなあかんやろ。そのために人の好奇心をくすぐる動画の企画を考えるわけ。とある検証を自分にはできないけどどうなるかを知りたい人に面白さとともに結果を届ける。ただ結果届けてるだけやったらファンになんないけど、面白さと一緒に届けることによってファンになって、それが山本が伸びてる理由だね。もっと伸びてる有名な人で言うと、はじめしゃちょーさんとか。そうよね。だからめっちゃ派手にお金使ったりとか、広い広場使ってね、検証したりしてるよね。あれも人の好奇心くすぐって、クリックしてもらって、動画見てもらって、視聴者の好奇心を満たしつつ、はじめしゃちょーさんの人柄が好きになったり、コンセプトが好きになった人がチャンネル登録してくれると、そういう仕組みやね。 YouTube 伸びてる人ってみんな自由にやってるように見えるけど、ちゃんと考えてやってるんよね。何を考えてるかって、視聴者のことを第一に考えてる。マジでこれがまずね、伸びてる人と伸びてない人との圧倒的な差。伸びてない人言うんよな、俺こんなに毎日投稿もして編集もして頑張ってるのになんで伸びないんやろって。まずその思考になる時点で終わり。視聴者のこと考えてない、自分本位。視聴者のこと考えたらなんで伸びないんやろじゃなくて、視聴者は何を求めてるんだろうになるから、ちゃんと誰に何を届けるか、ここを明確にできるように頑張ろう。だから面白さで売る人は、もちろん本人の面白さもすごい大事やねんけど、まずは興味を持ってもらえるサムネタイトルを作れる企画を考えないといけないね。なんか丸々初見プレイとかで10万再生とか20万再生とか取る人いるけど、あれはもう元からファンがついてるからとか、昔からやってる人だけあれ通用すんのは、今の人がやっても伸びるわけないから。だってお前誰って話だし、お前誰ってなる人の見るぐらいやったら大御所のやつ見るから。だって元から有名な人ってある程度の面白さ保証されてるやん。人って時間無駄にしたくない生き物やから、無名の YouTuber と有名な YouTuber どっちを知らなくても、どっちか見てくださいって言われたら基本有名な方取るんよ。個人 VTuber とかもそう。お前のクソつまんないただのゲーム垂れ流し配信とか誰が見んのって話。伸びるわけないねんから、こんなんやってるぐらいならやめちまえと俺はほんまに思う。時間の無駄やから。でも俺はその時間の無駄を1年半やったことによって、あ、これって無駄やったんやって気づけたからよかったんけど、1年半ちょっとかかりすぎやと思うけどね。19歳とかで若かったからあれやけど、もうちょっと早く気づきたかったね。もっと詳しい YouTube の伸ばし方とか概要欄に貼ってるから、これも気が向いたら見てみてください。ほんなら次に、何やったらいいか分かったから、どんくらい再生数取れればいいかやな。これに関しては10分の動画を仮に毎日投稿したとして、全部 3,4 万再生ぐらい取れてれば、まあ社会人として普通ぐらいの生活できるかなって感じやな。毎日投稿10分の動画で10万再生とか取れてると、もうウハウハよ。毎日焼肉食えるレベル。しかも YouTube のいいところって過去動画も再生されるから、動画上げれば上げるほどもらえるお金増えてくんよね。頑張れば頑張るほどもらえるお金が増えてくと。まあでもそれで調子乗ってすぐに一人暮らしとか始めるとやばい。動画のネタなんかいつ尽きるか分からへんし、いつ自分が飽きられるかなんか分からへんから、相当将来設計できてるとか、 YouTube 以外にも副業やってるとかじゃない限りは実家でやる方がおすすめかな。まあ基本ね、 YouTuber やってて登録者が100万人規模とかいってない人で YouTube だけで稼ぎ切ろうなんて思ってる人はいない。 YouTube の収益だけで生涯収入の2億円稼ぎ切るなんて、登録者俺20万人いるけど20万人じゃもうほぼほぼ無理やから、みんな何かしら副業やってたりとか、 YouTube 辞めた後の仕事のコネとか、新しくやる事業とかを YouTube やりながら空いた時間でみんな作っていってるね。 YouTube やりながらとかでもね、イケメンやったら自分のブランドの服出して副収入にしたりとか、グッズとかもそうやね。しかもグッズとか服って視聴者も喜ぶから、視聴者も喜ぶし自分の生活も支えてもらえるっていう、めちゃくちゃいいビジネスなんよね。こんな風にね、横展開できないと YouTuber としてはすぐ終わっちゃうし、てか人脈作ったりとかね、副業してない人は辞めた後どうすんのって感じかな。じゃあ次に、 YouTube 向いてる人と向いてない人、これにはもう絶対にこれっていうのが2つあって、まず1つ目がメンタルの強さ。これがないとマジで無理。 YouTuber やっぱ有名になるからファンもつくけど、絶対にアンチもできるわけで、もうクソしょうもない上げ足取りとか、心ない言葉言われたり、あることないこと言われたりするわけよ、人間の底辺たちに。普通に生きてたら YouTube とか SNS のコメントでポジティブなことを書くことあっても、わざわざ悪口書いてるなんて思わんからね。普通の人はこの人苦手やなと思ったら避けるだけやから、自分から絡みに行かへん。でもそんな底辺相手でもぐちぐち言われたらメンタル相当強くないとやんじゃうわけ。それでさ、苦しくなって命を絶っちゃう人とかもおるやん今で。人が亡くなるたびに誹謗中傷は良くないって風潮になるけど、みんなすぐ忘れて繰り返すやん。でもしょうがない、誹謗中傷とか悪口書いてるような奴らは底辺の人間やから、そんなん覚えてられへんし、人の気持ちなんて考えられへんの。ちょっと間違いを犯した有名人になら何言ってもいいと思ってんねん、アホやから。だからその底辺どもの悪意を軽く受け流すメンタルが必要で、次に自分で考えれる人。自分で考えれない人はさっきも話した通り、クソつまんない配信とか動画を投稿し続けるし、仮に運で伸びてもその後が続かないし、大体一発屋で終わる。 YouTube の今後とかも考えられないから終わり。まあただこれ2種類の人がいると思ってて、1つ目がその上に立って考えて指示とかするのが得意な人で、2つ目が言われたことを淡々とこなすのが得意な人。まあこれどっちがいいとかじゃなくて、 YouTube に向いてるのは圧倒的に前者の人。人の上に立って考えていろいろやる人、企画だったりとかトレンドだったりとか意識してめっちゃ考えなあかんし、編集者雇うならこの人のマネジメントとかもしなあかんし、 YouTube のチャンネル運営って大げさに言うとちっちゃい会社経営みたいなもんなんよね。だから考えられる人がやらないとすぐに倒産しちゃう。まあだから基本的にはちゃんと自分で考えてトライアンドエラー繰り返してできる人じゃないと YouTube の運営難しいかな。あとはね、考えるのも
やし、欲が強くないと無理。3つ目や、3つだったわ。めっちゃお金稼ぎたいとかじゃなくて、お金稼いでそのお金で何したいとか、めっちゃ再生数稼いで歴史に名を残したいとか、もうとにかく欲がないと続かないと思う。会社って得られた時間行かなあかんし、これやれって言われてやらなあかんけど、別に YouTube って強制じゃないやんな。自分で考えて自分のタイミングでやらなあかんから、これがね意外と難しいというか、欲がないとほんまに続かんと思う。まあ、簡単に言ったら欲がないとねめっちゃ飽きちゃうと思う。めんどくさいし、 YouTube ってめっちゃ楽じゃないからね。結構楽やと思ってる人、さすがにここまで話聞いた後に YouTube が楽って思ってる人いないと思うけど、まあそんな感じだね。俺は今 YouTuber 本業にして生きててすごい楽しいし、まあ YouTuber になってよかったなと思うけど、まだまだ全然やりたいこと全部できてないし、もっともっとねこれからの人生でいっぱいチャレンジしたいと思ってるから、 YouTuber 目指してるって人は俺と一緒に頑張ろうぜ。さっきも言ったけど、人生1回しかないから、やりたいことやったもん勝ちや。ほんま失敗しても若いうちなんかいくらでもやり直せんねんから。ということで、以上 YouTuber のなり方でした。まあ今回話したこと YouTuber 以外もめちゃくちゃ当てはまること多かったと思うけどね、まあぜひ参考にして自分の将来考えてみてください。あとはコメント欄で簡単なアンケートもやってるんで、ぜひ答えてみてください。聞きたいことはコメントで書いてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。